身長ビヨン医師学科生整形が専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊で身長に関することを配信していきたいと思います。身長を増していきたいチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけどね、ズバリなんですけれども、身長先生の治療が大阪と愛知と福井県でも受けられるようになりました。パチ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 ってことで、小さくですね、まあコミュニティとかインスタのストーリーとかで、まあ小さくずっと発表していたので、まあ身長先生のコアなファンの方であればもうご存知かもしれませんけども、この度ですね、2020年の8月の10日にですね、トールジャパンっていう新しいミッションを私の方で発表させていただきました。YouTube の方でも、ね、少しそういったその動画とか流したりもしてるんですけど、トールジャパンってことで、まあ日本全国にね、こういった私の治療が届けられるようにっていうところで、一人でもですね、身長に悩むお子様を減らすっていうね、日本から減らす、でそして身長治療を通して一人でもですね、幸せになっていただくっていうところで、トールジャパンってことで、ね、プラス10センチのミッションなんていうふうにね、書いてますけども、まあそういったのを実際に発表させていただいて、検査協力機関というような形でクリニックを募集させていただきました。まあそうしたところですね、界隈にもですけども、大阪と今のところ愛知と福井県のこの3つでですね、検査の協力がしていただけることが決まりました。で、具体的にとも、ちょっと福井はこれからまだデモ走行しなくちゃいけないところなんですけど、大阪と、愛知県に関してもすでにデモが終わりましたので、ここから、実動を始めていきたいと思います。ただ、実動といっても、いきなりそのボーンってやっちゃうと破裂しちゃうので、まずは水曜日からやっていきたいと思います。で、それも必ず、うちのクリニックに連絡をしてください。まずはですね、検査協力機関なので、そこで治療するわけじゃなくて、そこで検査をしてもらいます。で、あとは全部こちらで、まあ、普通オンライン診療になってくると思うんですけど、オンラインでやっていただきます。ただ、オンライン診療でも全てですね、できるはずですので、そこは心配されないでください。なので、まずはクリニック、東京神田整形クリニックにご連絡いただいて、そうしましたらですね、大阪とか、具体的に東大阪ですね、あと、愛知の方も、名古屋ではなく、日進市っていうところになりますので、まあ、そこの、クリニックの場所をお伝えします。で、その際に我々の方から、紹介状ですね、そちらの方を発行しますので、その紹介状を持って、各クリニックで検査をしていただくと。で、検査したら、そのデータを、クリニック、私たちの方ですね、東京の方に送っていただいて、で、解析を行ったら、皆さんのところにこういった身長診断が、送られてくる。まあ、もしくは、あと、オンライン診療を行って、そこで実際の身長先生式成長ホルモン治療とか、身長先生式の手技コントロールとか、身長先生式の栄養補充療法とか、そういったところが始まっていくような形になりますので、まあ、大阪や愛知や福井でも治療を受けたい方はですね、ぜひ、当院のまずね、東京のクリニックの、LINE にご連絡いただければと思います。ね、ぜひぜひ、たくさんね、ご応募お待ちしております。最初ちょっと予約制限もしながらだと思うんですけども、水曜日ね、まずは水曜日からやっていきたいと思いますので、ご連絡お待ちしております。それではまた。